では皆さん、筑波大学のアレンヤです。これはプログラミングチャレンジ、第4週パーツ3、動的プログラミングです。まあ、最後のビデオとなります。で、まあ、今ではなんか、プログラミング、動的でよく使われるクラシクラ動的、クラシクラ DP 問題を紹介してします。で、今回が、コインチェンジプログラム、CC 問題を紹介します。で、CP 問題が、CC 問題が、まあ、小銭、まあ、コイン数の、ある金額までになるまでに、どう組み合わせればいいのかですね。まあ、ターゲットバリュー V があって、で、コインサイズの A がいくつかあります。で、アイディアは、その、コイン数の組み合わせの一番コイン数が少ないで V に足したいっていうことですね。まあ、例えば、例で分かりやすいかもしれないですけど、V は7となると、A が1、3、4、5。で、これを見ると、いくつかの、組み合わせ方法があります。一つが、1、1、1、1、3。これは、5個のコイン数を使っています。で、次は S1。5、1、1。これも7に足してますですね。で、次は3、3、1。これも7と足してますですね。次は4と1。で、4と3を足すと、これは2つのコインだけしか使ってないので、まあ、多分これはベストソリューションとなります。では、今まで前のビデオも同じだったんですけど、この問題が、前端策で、どういうふうに、解くのか。そして、この問題の DP 表、DP 方法の解き方も、考えてください。では、みんなポーズして10分。じゃあ、続きます。前端策はね、まあ、再帰関数でやります。再帰関数の考え方は、まあ、この再帰を見ると、再帰関数の作り方はわかる。なんか、あと V までのコイン数の数が1プラス、コイン数の数の V マイナスこの使ったコイン。例えば、コインの 5円のコインを使うと1プラス NV マイナス5円。10円のコインを使うと1プラス NV マイナス10ですね。で、それをなんか、繰り返すと、できます。じゃあ、コイン数 V の実数ですね。V が0であれば、もう全部終わりました。全部使いました。V より0小さければ、それで、なんか、ストップクライテリアの後に、V より、V が0であれば、終わり、V は0より小さければ、できなかったということですね。で、まあ、ストップクライテリアではない場合だと、ミニマルを、初期化して、で、それぞれのコインタイプをループする。で、T が、まあ、このレカレンスですね。コイン数の数が、1プラス、コイン数、あ、これはチェンジじゃなくてコイン数ですね。これはちょっと間違えた。コイン数の value マイナス A1 ですね。AI ですね。で、この T は、min より小さければ、ミニモサイズが t になって、あ、これはリターンのミニモ。これちょっとなんか、あ、これもちょっと間違えたんですね。これはリターンのミニモとなります。ですね。で、あと、まあ、前も言いましたんですけど、再帰関数が、使うと、DP が、トップダウン DP が、簡単で実装できますね。で、前の再帰関数で、みんなを、トップダウン DP を作ってみればいいと思います。ですので、今回はトップダウンじゃなくて、ボロンアップで考えましょう。で、ボロンアップにすると、前が、コイン数 V、つまり V はメインしたんですけど、ボロンアップのコインのだと V じゃなくて、コイン数の数にメインにした方がいい。ですので、この DP 表はこうになっている。DP 表が、C と、V ですね。つまり、この DP 表だと、V の、値が C コイン数でたどり着くかどうか。これはなんか、ウェディングに似てるのような感じですね。で、I が0の場合だと、
I、初期化で I が0 で DP00 が True ですね。なんか、0コインスで、V が0までたどり着く。それもあたりですね。で、これは True、なんか While True、これは無限ループですけど、この無限ループが、答えを見つけたらブレイクするですね。ですので、まず I をプラス1して、で、なんか、続きは可能であるかどうかとかありますですね。で、for j to 0 to v ですね。j から0から v までいて、if dp、なんかこれはすべての前の行を探して、どこまでたどり着いたかをチェックする。最初は0だけですけど、進むと、いろいろな、あとスタート場所を、追加します。まあ、これはちょっと、グラフトの策に似てるような感じですね。で、if j equal v、return c plus minus e。つまり、なんかこの value が最後の value まで見つかった場合だと、このコイン数を、コイン数の数を開始します。まあ、これは end condition。end condition にたどり着いてない場合だと、すべてのコイン数をチェックして、そのコイン数がなんかそのチェック場所として保存します。で、あと、チェック場、なんかチェック場所がなければ、ブレイクします。これを見てみましょう。ここで、そのシミュレートして理解しましょう。00が true で、7までいて、コイン数が1、3、4、5。で、まず、00が true で、A が一番最初は1と3と4と5。だから0から1が、ここも true となります。3からだと、ここも true となります。4とも true と、5も true となります。で、次、のループ、まあ、これはループのファーストループですね。で、次のループが、すべての t に対してすべてのコインをチェックします。だから、11だと、もう一つのコインを使うと、ここも true となるんですね。で、1と3を使うと4まで行く。で、1と4を使うと5行くですね。で、1と5を使うと3。で、次は3。3と1を使うと4。これはもうマークしている。3と3を使うと6。3と4を使うと7。で、3と5を使うと×ですね。で、4と1を使うと5。4と3が7。で、4と5。ですので、まあ、なんかループで、ループ2だけでもう7にたどり着いたので、この GP で、中コイン数。で、7で、あと2つのコイン、2個のコイン数だけで、達成しました。まあ、ここも、なんかこういうふうな、DP でも、前みたいに、2を計算するには1だけが必要。3を計算するには2だけを必要。4を計算するには3だけを必要。ですので、この DP 表が実はこの全てがいらないんですよね。old と new だけで、old と new を繰り返してできる計算。これはなんか、ボトムアップの DP のメリットとなります。では、この授業のまとめですね。動的プログラミングとは、探索アルゴリズムの技術の一つで、で、メモリを使って、その、同じものを何回計算繰り返しすることを避けることができます。で、今回の授業が2つの DP のやり方を勉強しました。一つはトップダウン。トップダウンというのは再帰還数にはメモリをつく。もう一つがボトムアップ。ボトムアップとは DP テーブルを作って、DP テーブルはフォアループで、書きます。で、DP を作るには、まず DP テーブルって何ですかを決めて、次はその DP テーブルの変更のルールを決めないといけない。なお、DP っていうことが実は、あと競技プログラミングで最近、なんかメタの話なんですけど、競技プログラムで一番多い課題が DP の問題とグラフの問題。DP の問題ぐらいしていたら、もうなんかそのアットコードとか、ICPC でも結構いい成績。トップまでならないけど、でもまあ、上半、
チとか、まあ、その 10% のベストに行くと、いけると思います。では、少し今週の課題について紹介します。最初は、まあ、この今週の課題は、これですね。あと、ウェディングショッピング。ウェディングショップがこの授業の一番最初に説明したものです。で、従来ですアゲンがただのレンジサム 1D なので、これもなんかちょっと説明をスキップします。面白いのはこの効果ですね。まあ、largest sum matrix がレンジサムで、biggest smart が LIS と、Mercer Skyline も LIS。で、次は Trouble of 13 Dots がナップサック問題で、exact change が名前でコインチェンジでわかりますし、unidirectional TSP がパスファインディングとなります。では、まずが、この問題ですね。なんかその、largest submatrix。largest submatrix の問題の概要が、2D の足し算なんですけど、この行列が0、1だけです。で、0、1だけで見つけたいのは、例えば、こんな感じですね。このような行列で、1、0、0、1、1、0、1、1、1、0、1、1、0、1、1、1、1、0、1、1、1。この行列の中で、1だけが、1だけの四角を探した。例えば、ここが、4つの位置で、ここが3つの位置ですね。ここも4つの位置ですね。ここが5つの位置。ですので、その行列の中に、一番1だけの部分行列を見つけてください。っていう問題です。で、これは、まあ、レンジサムに近い問題ですね。ただし、このレンジサムが最大の足し算なので、なんていう。一番全部0、1であれば、すべての行列は最大の足し算ですね。マイナスが入ってないからですね。ですので、その0が、プラスにならないようにどうすればいいのか考えるのは面白いです。ちなみに、この問題が、例えば、他の複雑な問題の一部分としてよく出てくるので、ぜひ、例えば、なんか、この、空間の中で一番大きな空間、ある条件の一番大きな空間を見つけて、で、そのある条件の一番の空間、大きな空間の中でもっとさらに計算することがよくあるので、ぜひ試してみてください。次は、is bigger smarter。is bigger smarter が、像が並んでいて、その像が、像の重さと賢さの値があります。ですね。で、知りたいのは、その像のセットの中に、あるサブセットで、このサブセットで、賢さが上がってるけど、まあ、そうですね、賢さが下がってるけど、重さが上がってます。つまり、LIS が上がるだけですので、ですが、この問題だと、一つが上がって、一つが下がる。同時に、一つが上がって、一つが下がる。これはなんか最初見るとちょっとなんか難しそうと思われるんですけど、そんなに難しくないです。ヒントとしては、なんか先週のドラゴンオフルワータの解き方を思い出せば、ここも同じトリックができます。次は、マーシャースカイライン。マーシャーはスペインの街なんですけど、これは同じく、LYS。スカイラインって建物なので、なんかその流れの建物で、その建物の高さが上がってるかどうか、どこがなんか一番中に建物が上がってる場所を探してください。ただし、ここの問題の面白いところが、その上がってるのは建物のあと幅を、高さと長さを両方考えないといけない。長くて高い建物が、狭くて高い建物よりいいので、その両方をきちんとしないといけないですね。次は、Trouble of 13 Dots。13 Dots がアイスが食べたい女の子で、
で、そのアイスが食べたい女の子が、できるだけなんかたくさんアイス、美味しいアイスが食べたい。だけど予算が決まってます。このもん、まあこれはナプサクなんですけど、このナプサクが一つの面白い特徴がある。このアイスクリーム屋さんがたくさんを買うと割引金がもらえます。ですので、確かになんか2000円以上買うと割引がついてますので、その割引はどういうふうにナプサクに計算するのか、ちょっと面白いですね。ちょっとなんか複雑のナプサク。ナプサクはただのナプサク問題なんですけど、その割引の扱いが面白くなる。次は exact change。exact change は先のコインチェンジの問題ですね。いくつかのコインを計算して、ただし、なんかその、買い物、実は、ミニマルの値段、例えば、350円払わないといけない。だけど、自分の財布には、500円のダーマと、100円のダーマと、50円のダーマとかですね。で、どれぐらい払えば、返してくるダーマが少なくなる。ですね。これは、まあ、僕はよく、自分でもコンビニとかでお金を払っているときに、できるだけコイン数が少なくなるためにどれぐらい払えばいいのかいつも考えているので、皆さんも同じでしょうか。ですね。これは実際にそれを計算するためにのプログラムをやります。で、最後は Unidirectional TSP。これが最後の問題ですけど、なんか、この今週の中の多分一番面白い問題なので、ぜひ、試してみてください。アイディアとしては、第2ビデオのアップルロボットと同じアイディアです。ただし、特徴としては、そのロボットが、上と下と右行けます。左は行けません。で、一番左から一番右に行きたい。で、特徴としては、上と下のマークが、パックマンみたいに上に行けば下に出ます。下に行けば上に出ます。その扱いが面白い。なんか、少し考えれば難しくない。ただの、なんか、プログラムの条件、なんかその、上と下の条件をうまくプログラムすれば解けますので、ぜひ、試してみてください。では、これは今週の問題となります。これで終わりますので、皆さんぜひ、課題を頑張ってください。何か質問がありましたら、マナーバの、掲示板で書き込んでメールを送ってください。はい、では、以上です。